サンスポアイドルリポーターは、サンケイスポーツのプロデュースにより誕生した、パチンコリポートアイドルユニット。サンケイスポーツ紙や、サンスポ PS リポート紙でのパチンコホールへの、来店取材、実践リポートを担当するほか、ライブ活動、CD リリース、冠番組の放送等を行っている。2018年3月に音とたレコーズより、7色の、未来、サムライナーを、メジャーリリースした。 2021年1月15日にサンスポー、アイドルリポーター YouTube チャンネルにて、残酷な天使のテーゼのミュージックビデオを配信。2021年5月31日現在のメンバーは9名。台湾ライブには、チーム単位や加入時期ごとの選抜メンバーで出演することが多い。全メンバーが工房のオーディションにより選ばれている。パチンコホール内での活動があることから、 応募資格は18歳以上であり、このため年齢層はアイドルユニットとしては比較的高めである。一期生の成田優子が覆面を被って別人格を演じた自称2.5期生の謎のメンバー。サー初のパチンコ楽曲パワーチャンスコールで突如登場した。特技は聞きパチンコ。ハンドルを触っただけでパチンコ台のメーカーや機種を当てることができる。この技は パチロックフェスティバルでも披露され、集まった多数のパチンコライター、関係者から賛辞を浴びた。成田の卒業後もメンバーとして残留宣言したが、2014年11月30日のサーセカンドワンマンライブかかける編2014を最後に姿を見せていない。公式発表がないまま、4期生加入後に公式サイトのメンバーリストからプロフィールが削除された。 当初は1チーム体制だったが、4期生が加入した2015年に、アダルトとギャングに分離、6期生が加入した2017年に、エンジェルとデビルに再編した。7期生が加入した2018年からは、エンジェルデビルエンペラーの3チーム体制となったが、8期生が加入した翌2019年の途中から再びに、チーム制に戻し、チーム AT とチーム ST になった。 9期生が加入した2020年は卒業。離脱が相次いで8名に減少したため1チーム体制に戻り、10期生が加入した2021年に再びエンジェルとデビルの2チーム体制としている。己の運だけでセンターを掴み取れ、の副題がつくこのイベントは文字通りセンターを運だけで決めるというもの。全メンバーでパチンコパチスロの実践勝負を行い、 最も出玉が多かったメンバーが新曲のセンターになるというパチンコリポートアイドルユニットならではの毎年恒例のイベントである。全メンバー8名によるパチンコパチスロ実践対決をニコニコ生放送、開店。サーの生カフェ番組内で3週、全4戦にわたって実施した。場所は営業終了後のカレード新宿店。毎戦全メンバーが同じテーマ、または 同じ機種で同時に実践する形式で、一戦ごとに出玉の多い順に順位ポイントを与え、四戦分の順位ポイントの合計で競った。その結果、王、さきまりなが、初代銀玉女王となり、センターを獲得した。開催期間に、7から3、14、メンバー9名によるパチンコパチスロ実戦対決を、ホール来店取材時及びニコニコ生放送、開店。 アーの生カフェ番組内の合計4戦で実施。この年から出玉の数をポイントに変えて集計する方法に改められた。この年は最終戦のパチスロ勝負で、葉月がアナザーゴッドハーデスで7位から一気に6人を5棒抜きにして優勝し、センターを獲得した。開催期間に6から4、18、メンバー11名で、 パチンコパチスロ各6戦ずつ、合計12戦で実施された。知識と経験は随一でありながら、過去2年連続再開と新査を舐めてきた、山下若菜が、CR マ、バナの刑事で、第6戦で3万発オーバー、第11戦でも2万発オーバー、最終戦では4万発に迫る出玉を叩き出し、過去の鬱憤を払い圧勝した。 山下はその後のライブで、刑事のために新調した衣装で、各編中に使用されている、よっしゃあかん歌を披露するなど上機嫌であった。開催期間に、2から5、11、全メンバー14名が参加して、全10戦で実施。パチンコとパチスロの内訳はメンバーが自由に決めることができるように変更された。メンバーの多くが、マックスタイプのパチンコ、特に、 CR がローマ界の花を選択した。序盤は前年覇者の山下若菜が第2戦に CR マバナの刑事で3万5000発オーバーして好調な滑り出しを見せたが後半の5戦がノーポイントと失速。変わって初参戦の5期生、桜井咲が第5戦に CR 画廊で4回転目の大当たりからの3万発オーバーでトップに立った。 桜井は第9戦終了時点までトップを維持したが、最終の第10戦、またも楽園川崎店で同じく初参戦の5期生、横屋敷有沙が CR 画廊で2万発を出し、5位から上位4名を5棒抜きにして逆転優勝を果たした。開催期間3、5から6、18、全メンバー12名が参加して、前年と同じ前10戦で実施。 前年11月から施行された、いわゆるマックス規制の関係で、人気の中心は、ミドルタイプのパチンコに移り、中でも、CR 新、北斗無双無限東乱が多く選択された。初参戦の六規制木下優愛が堅実にポイントを重ねて、序盤戦をリードしたが、夏キリラが、第六戦、CR 新、北斗無双で、サー史上最多の5万3 0発オーバーを記録して、 トップに立ち、そのまま逃げ切って優勝した。楽園川崎店は前年に続いて勝負の鍵を握る舞台となった。夏木の記録的な出玉はあったものの、全体としては例年になく定調な結果であった。また、その年の候補生オーディションから3位で新加入したメンバーが過去4年で3回優勝していたことから、この年3位で新加入した西野彩も注目されたが、 再開に終わった。開催期間3、10から6、24、全メンバー14名が参加して、過去2年と同じ前10戦で実施。前年2位の木下優愛が、開幕戦でいきなり満発。第2戦でも、最多のスロット1000枚で中盤戦までリードを守ったが、第7戦で、佐野麗奈が、CR フェアリーテールで、今サーキット最大出玉となる2万4000発オーバー。 続く第8戦でも CR フェアリーテールで1万4000発オーバーと続け、首位を奪ってそのままゴールした。佐野は10戦中ノーポイントがわずか1戦という、堅実な戦いぶりであった。第2位は、序盤4戦がノーポイントながら5戦目以降で満発超え最多の3回を記録した山下若菜。木下優和は、終盤失速し、第9戦終了時で僅差の5位であったが、 最終戦の3000発で、柳瀬ゆき、小松美優をわずかにかわして3位をつかみ取った。全体的にポイントが接近して混戦が繰り広げられ、順位が目まぐるしく変わる展開であった。2014年に銀玉サーキット特別編を2度にわたって実施したが、実施の趣旨は通常の銀玉サーキットとは異なる。1回目は5から7月に、 銀玉サーキット特別編東北旅打ち券をゲットせよとして全6戦で実施され1位の葉月と2位の熊谷、千葉なに東北旅打ち券が贈呈されたこの時の実践来店がサーの東北来店となった続いて8から10月に2回目が銀玉サーキット特別編ライブ衣装リニューアル券をゲットせよとして全6戦で実施されたこの時は メンバー9名の合計ポイントが15万ポイント以上になれば、ライブ衣装がリニューアルされるという団体戦のみで、あったが、目標達成が微妙になっていた終盤に夏キリラが3万発オーバーしたことで、無事達成となった。2015年以降毎年行われている人気争奪イベント。総合1位を獲得したメンバーが、新曲のセンターになるほか、 総合順位やショールームでの獲得ポイントに応じた特典も多数用意される。このイベントはショールーム配信と人気投票で争われる。SR では設定したゴールへの到達順に順位が付き、未達の場合はイベント終了時点のポイント順に順位が付けられる。投票ではライブ会場の物販や通信販売での購入時、または来店イベントのチェキ撮影時に交付される。 投票権により獲得票数の多い順に順位がつけられる。SR と投票の順位はそれぞれ順位ポイントに置き換えられ、この順位ポイントの合計で総合順位を決定している。なおこの校では2013年と2014年に行った先駆け的な人気争奪イベントも含めてまとめている。主要イベント、パチンコパチソロ関連イベント、単独ライブ等を中心に記載。 鍋島しまもは、家庭の事情により二千十八年一月三十一日に芸能活動から引退。正規メンバーとしての五日間に二個生放送一回、CD リリースイベントに二回の出演をしたが、イメージカラーの制服をお披露目することなくさを辞退することになった。音楽好きのパチンコパチスロライターによる、ライブイベントサンスポ PS リポートボリューム五十八では、総合1位は、 神村風子と発表されたが、2016年5月31日公式、ツイッターによりユーノへの訂正が発表された。ただし、総合順位以外のデータの訂正発表がされていないため、本票の SR、投票のランキングは、サンスポ PS リポートに掲載されたデータの、ままとしている。キャンキャン専属モデルのホッ堀カネとは別人。ABCDFGHIJK、e,。 自体、脱落は、運営発表の表現をそのまま引用。トネサヤナは、7月末までに1 0ラム痩せなければ、脱退という条件付きでのメンバー入りとなったが、無事減量に成功した。鍋島桃子と、サノレーナは、7月末までにツイッターフォロワー数5000人を、達成しなければ、脱退という条件付きでのメンバー入りとなった。 鍋島は別事情により脱退したが、佐野は条件をクリアした。井上高江と横山自由は、7月末までに、パチンコパチスロ YouTube チャンネルで登録者1万人及び、総再生回数100万回達成しなければ、脱退という条件付きでのメンバー入りとなったが、条件をクリアできず7月末で、形式上の脱退となった。翌8月からは、8.5期生の悪玉1号経営所。 悪玉二号、玉味というキャラクターとして、引き続きサーの活動を行うこととなった。ありがとうございます。